東京町田市で東急が再開発を行っていた南町田グランベリーパークが今日オープンし、多くの人でにぎわいました。東急田園都市線の駅と直結していて、東京ドームおよそ5個分の広大な敷地には241の店舗が軒を連ね、公園やミュージアムも一体となっています。メインターゲットはファミリー層で、年間1400万人の来場者を見込んでいます。